でございます。おはようございます。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。立憲民主党の井戸正恵でございます。そういったことを社会統治機構、この仕組み、そして私自身はこのなぜ今も、政治の世界を見てもそうです。まるで、2世3世家の仕事を継いでいく、そしてそれを、なのである種ですね、恵まれた環境で、勉強して、小さい頃からもうある意味職業を決めて政治家になることを前提に教育を受けていく、立憲民主党の井戸正恵でございます。わかりました。羽田幸正さんのツイッターのアカウントですね。羽田さん、わかりました。ありがとうございます。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。そうした構造的なことを変えていかなければ、結局、ルールを決めるのが2世3世、そうした今までの、ある種ですね、特権、また既得権益、これを守ってきた人々であれば、それを打破するわけはないわけです。ルールが変わる、このルールが誰にとっても公正なものにしていかなければいけない、立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。元衆議院議員の井戸正恵、そして間もなく衆議院選挙、どんなに長くても2ヶ月以上延びることはありません。そして今日は21日ということですけれども、多分衆議院選挙は7日、11月の7日もしくは14日であろうと言われています。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。そうした中で今私たち、しっかり見ていかなければいけない。逆にですね、総裁選これで良かったなと私は思っています。というのは彼らが何を訴えているのか、そしてそれで私たちは幸せになれるんでしょうか、大丈夫なんでしょうか。そして彼ら今総裁選4人出てますけれども、安倍政権、菅政権、党の要職、内閣の閣僚、こういった形で彼らは責任を持った立場にありました。なぜそれなにもかかわらず主張することが叶えられなかったのか、できなかったのか。そしてそれぞれに自分たちの推薦人を集めるところから始まって、また投票、これを担保するためにある意味上の世代の言うことを聞かなければいけない、政策がぶれていく、結局見ているのは国民ではなくて目先のそうした自分にとっての利益、これが徹底した意味でも含めて今の政治、私たちは変えていかなければいけないと思っています。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。いってらっしゃい。おはようございます。そして例えばですね、誰一人取り残さない、そうした国を作るということ、この誰一人取り残さないということ、私たち立憲民主党、もその主張をさせていただいてますけれども、自民党さんも同じように言ってるのを今回、見て、あ、そうなんだこう思いました。結局ですね、そうした、耳障りのいい、そして、実際その政策的に言ったならば逆方向に行ってたとしても、そういうのは、誰しもが簡単に言える。しかし今コロナ対策見ていても誰一人取り残さないコロナ対策だったんでしょうか。立憲民主党の私は井戸正恵本人でございます。おはようございます。いってらっしゃい。今日は元大田区議会議員の津田智樹元大田区議会議員と私井戸正恵でお訴えをさせていただいています。おはようございます。いってらっしゃいませ。今回のコロナで、一つですね、大きなことは、お子さんたち、また学生さんたち、学びの機会、これが保障されず、
またリモートの教育を移っていって、まあ、ハイブありがとうございます、いってらっしゃい、ハイブリッドの形でいろいろですね組み合わせをしながら教育を行われていく、こういったことが、まあ、当たり前になってきたけれども、だからこそまさに家庭の環境で子どもたちの学びの質が変わってくる、学びの量が変わってくる、こうしたことも、まあ、実際には起こっている。そしてそれは逆に言うと格差につながっていく。教育というものは格差を是正をして、まあ、スタートライン、まあ、義務教育も含めてですけれども、しっかり機会を保障していく、こうした効果がある。しかしながら今は逆に教育が格差を広げていく、これを是正できるのはやはり政治の力しかありません。しかし今の総裁選を見ていただいてもお分かりだと思います。恵まれた家庭に育って、そして本当の意味での貧困、明日払うお金がない、こうしたことの体験をする、多分その、まあ、絶対量が少ない候補者の方たちの顔ぶれ、これではやはり、まあ、あの高市さんの生活保護に対しての発言、過去にもありましたけれども、それがまあ本音なんだと思うんです。私たちは誰一人取り残さない、こうした、言葉で、そのスローガンだけで見てはいけない。今回の総裁選はその中身もしっかりと見ていただくいい機会になったと思います。そしてそこで結局は表紙を変えただけ、中身は変わらない、政治は変わらない、変えるためには政権交代、本当の意味で党の中、自民党の中で政権交代を起こすのではなくて、しっかり私たちは本当の意味で野党と与党、この政権交代が行われなければ、森友、加計、桜もう全部その意味では証拠という、そうした行政文書がもういとも簡単に隠されたり改ざんされたり、そして廃棄をされたりしていく、検証できないのであればそれはまあ行政のやることではありません。そこにやはりしっかり見ていくことによって、まあ、前進がある、この政策は良かった、この政策はもっと考えなければいけないのではないか、結果も踏まえて、まあ、ある種ですね研究、そして検証に耐えうることをやっていくのが行政です。立憲民主党の井戸正枝本人でございます。なぜならばやはり皆さんの税金であるからなんです。立憲民主党の井戸正枝、桜を見る会、森友かけ、これはもういいんじゃないか、いつまで言ってんだ、こういったお叱りを受けることもあります。しかし実はそれはそうではなくて、やはり選挙、民主主義を歪めている。桜を見る会で、まあ、利益、便宜供与、利益供与をすること、まあ、飲み食いを、まあ、ただにして、強固な後援会を作って、絶対に選挙には落ちない。だからみんな、まあ、振り上がって、そして今回の総裁選でもそうですよね。上のグリップが効かないとは言われながらも、やはりその次のことを考えると、権力者には盾を突くことができない。そもそも安倍総理大臣、ご健康の問題があって、そして退任をなさって菅政権が誕生した、にもかかわらずもう今は元気に、そして ある意味キングメーカーとして自分の存在というものを、まあ、誇示していく、これが本当に健全な政治の姿なんでしょうか。立憲民主党の井戸正枝本人でございます。おはようございます、いってらっしゃいませ。立憲民主党の井戸正枝、本日は元竹井会議員の津田智樹ともどもお訴えをさせていただいています。私は家族が、皆さんもワクチンを打たれましたでしょうか、そしてご家族も打たれましたでしょうか。私はですね、10代20代の子ども3人、5人子どもルーツの3人大学生、そしてまあ出産を終えて、まあ、家で今いる娘などなど3人が5人のうち3人と共に暮らしています。彼らは20代10代なのでコロナのワクチンを打つことができず、8月にコロナの陽性3人ともなりました。無症状の子どもそして咳が止まらない子どもまた高熱が出て、まあ、寝込む、そうしたそれぞれ症状も違い、自宅療養に入ったんですけれども、まず1人目がコロナの陽性が分かった、そうした時にですね、残りの3人の家族は今濃厚接触者だけれども自宅で一緒に暮らしているけれども PCR 検査しなくて、自分でしたかったらどうぞという形なんです。しかもですね、この PCR 検査は
濃厚接触者でも2000円前後のお金がかかりますから、家族、まあ、私も入れて残りですね、2人と3人ですよね。そうすると、まあ、6000円がかかるわけです。まあ、学生さんたちにとってはまあ2000円大きいんですよね。なので、例えばですね、あの10代の子ども大学生、自分は無症状だったわけなので、もうよもやかかってるとも思わない、まあ、必要ないんじゃないかってこういうふうに言うわけです。しかし、まあ、とにかく私も多くの方々と接触をする、そうした仕事をしているので、 PCR 検査を受けようと言ったならば、子どもたちは陽性、そして私は陰性、そしてそこから自宅療養に入りました。おはようございます。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。自宅療養も驚きました。まずパルスオキシメーターという酸素濃度を測る機械が届けられるわけですけれども、届いたのは、まあ、陽性になってから4日目。このコロナというのはやはりですね、1週間目ぐらいで大きく、重症化するかそうでないのかというのは分かれるわけですけれども、最初が肝心です。本当に一番必要な時にまず来ない、そして食料によって食料 についてはですね、もう1人についてはコロナの療養が明けた10日目以降に届きました。もう驚きました。本当にですね、今は例えばネットスーパーで頼めば2時間後に配達されるものが10日以上強制がかかるとかかる、時間がかかる、開けたらば緑のタヌキが入っているわけです。本当にですね、冗談かと思うような、ことで、例えばですね、本当に熱が出てうんうなっている時にカップラーメンだとかってなかなか焼きそばだとかって食べられないわけです。例えば関西の方で西宮市というところがあります。そこはお酒の、まあ、酒蔵のある町なんですけれども、そこは飲む点滴といわれる甘酒が、ノンアルコールの甘酒がこの自宅療養者のその食料支援の中には入っています。お粥も入っています。結局ですね、その立場、病人の立場というもの、感染者陽性者の立場というものが全く分かっておらず、また自宅療養においてはですね、濃厚接触者となっているそうした家族も自宅待機となりますから、外になるべく出ないようにってなってるけれども、その家族については陽性ではないので支援の対象外なんです。でも一緒に暮らしてますから、そういう意味では本当に療養をするために何が必要なのかということも含めて、まあ、体験を持ってない、また想像力がないと、こうしたことになるんだなということをつくづくと感じました。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。そして皆さんも、まあ、地震が起こった時の災害のそうした備えというものはある程度なさっていると思うんです。しかし病気になった、コロナになった時のそうした備えというものは皆さんされてますでしょうか。水が飲めない、逆に言うとですね、あのポカリセットのような、まあ、ああいうものしか受け付けない状況、そして、まあ、冷えピタですよね。本当にですね、あのモデルナアームの時にも腕に冷えピタをこう貼るといいというふうに言われてますけれども、今回私が子どもたちとコロナ陽性自宅療養を経験して、まあ、最も大事なものの一つがその冷えピタのようなああいうピタッと貼れるものだったんです。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。いってらっしゃい。しかしもちろんですね、自宅療養のセットの中にはそれが入っていません。逆に病院で例えば陽性と分かった瞬間にパルスオキシメーターは配布をするだとか、冷えピタや体温計もないご家庭というのは、もうあの若い方たちだったらあると思うんです。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。しかしうちの、まあ、子どもたちがなった時には7月の終わり、8月の初旬だったんですけども、ちょうどピークがこう上がっていくような時でも、もはや医療の崩壊は始まっていて、もう私の家はあの東邦医大の近くなんですけれども、東邦医大にかけたらばもう発熱外来いっぱいで見れない、他を当たってくださいということで、1年前に濃厚接触者になった時に保健所に紹介されて行った蒲田医療センターに電話をしました。蒲田医療センターも発熱外来いっぱい、いやまだ報道ではちょうどですね、2、3000人というぐらいの時だったんですけれども、それでももうこんなにいっぱいなのかと思って、最終的には大森の赤十字、医療
赤十字センターの赤十字病院の方に行って、そしてそこで見ていただく、こういったことを経験をいたしました。そして、まあ、私ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます、いってらっしゃいませ。立憲民主党の井戸正恵でございます。もう入院ができない、だから受けたらば、結局ですね、そこで重症化してたら当然病院は受けなければいけないんだけれども、病床がいっぱいなので、まあ、そこで診察の、まあ、抑制じゃないですけれども、そもそも受けるということができないということになってしまうわけです。この医療体制の崩壊はなぜ起こったのかといえば、コロナが起こったからではなくて、その前からある種ですね、まあ、人為的というか、自公政権の中で少子化が上がる、そして病院の効率化をしなければいけない、いろんなですね、そうしたことがあって、ありがとうございます、いってらっしゃいませ、ありがとうございます、そして、まあ、大阪でも見るように、まあ、改革、身を切る改革と言いながらも、逆にそうした市民の、まあ、安心、暮らしの安全というもの、これを、後退させるということが起こっていた、その環境下だからこそ医療崩壊が起こっているわけです。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。おはようございます。今日はお天気になり暑い一日になりそうです。どうぞ皆様お気をつけていってらっしゃいませ。元大田区議会議員の津田智樹のお訴えでございます。おはようございます。それではマイクを津田智樹にバトンタッチをいたします。おはようございます。ただいまのお訴えは、私も立憲民主党の、次期の衆議院の公認予定候補者でございます井戸正恵からお訴えをさせていただきました。井戸正恵本人、本日この矢口の私駅前をお借りさせていただきまして、皆様にご挨拶、そして、街頭ではですね、今日から新しいチラシの方を配らせていただいております。こちらのですね、十字折りの、チラシの方をですね、井戸正恵、今本人、今日は青いたすきをしてですね、本人から配らせていただいております。私ども立憲民主党、この9月リバウンドを防ぐために必要な、この政策というものを、皆様にお伝えをさせていただく、そして、中にはですね、これからの取り組み、そして、この裏面の方になりますと、先ほど井戸正恵本人からもお話ございました。井戸正恵、8月に、同居のお子さん3人がコロナ感染をして、まあ、井戸正恵本人は、陰性だったということでございますが、まあ、この自宅療養が本当にですね、3人、家族に出た時にどうなってしまうのか、まあ、こうしたことも記載もさせていただいているところでございます。立憲民主党の井戸正恵でございます。おはようございます。ただいまマイクを握らせていただいております。私元大田区議会議員の津田智樹と申します。この東矢口、この近くに、今住まわせていただいております。今は立憲民主党の東京都連の方で仕事もさせていただいております。国政、都政、区政と連携をしながら、この立憲民主党の政策策定や、この推進に、力を注がせていただいておりますけれども、今日は井戸正恵、私どもこの、蒲田、大森、多摩川、東矢口、こうした地域を中心とした私ども立憲民主党の東京都第4区、次期の衆議院予定候補者でございます立憲民主党の井戸正恵、共に、今日は矢口の渡し駅お借りをさせていただいております。ありがとうございます。井戸正恵本人、今私の目の前で、政策チラシお配りをしております。今日から、新しく、配布をさせていただいておりますチラシの方でございます。ぜひ多くの皆様にお受け取りいただきたいと思います。おはようございます。立憲民主党の井戸正恵でございます。先ほど井戸正恵本人からも、この教育の話がございました。先週ですね、井戸正恵大学の博士課程で博士号を授与されたということでございます。社会統治機構の研究を井戸正恵進めてまいりました。前回2017年の選挙で、席替えをしてから、そこから2
再び自己検査に励み、今マイナンバーなど、マイナンバーカードなども様々、まあ、社会的な問題、社会的な課題にもなっていると思いますが、そうしたことを含めた戸籍や住民票などの問題についても、研鑽を深めてまいりました。社会的にシステムの構築というものがもう一度ですね、この世の中で私も求められているというふうに思っております。また井戸正恵は、この間、この無戸籍の問題を中心とする社会的な困難を抱える方にも、ずっとですね手を、差し伸べてまいりました。どうか立憲民主党の井戸正恵、私ども立憲民主党、今のこの国政に欠かせない人物だと確信をしております。ぜひ、この地域の皆様の力で、ぜひですねまだまだ選挙は先なので、お願いを本来はしてはいけませんけれども、ぜひですね井戸正恵の、発信などにもぜひ耳を傾けていただきたいと思います。多くの著作もございます。佐藤先生とのですね、佐藤正夫先生との、この子育てに対する本なども出しております。多くの著作もございます。ぜひお手持ちのスマートフォンなどで、井戸正恵とご検索をいただきましたら、前回の記事は700万ビューがあったそうですけれども、まあ、こうした、情報の発信、そして著作などもご確認いただけると思います。立憲民主党の井戸正恵でございます。井戸正恵、ジャーナリストとしても活躍をしております。まさに今のこの国政をですね政治の力、そしてペンの力で、変えていきたいというふうに思っております。今の政治の状況は皆様の目にはどのように映ってますでしょうか。私はですね本当にこの経済的な格差が広がっている、経済の格差が広がることで子どもたちの教育の格差が広がってきている、このことも非常に懸念をしているところでございます。立憲民主党の井戸正恵でございます。経済政策がないと私どももよく言われるんですけれども、まだまだ立憲民主党は今順番にですね、この政策を発表してきているというところでございます。大変申し訳ございませんでした。立憲民主党の、井戸正恵、そしてただいまマイクを握らせていただいております私、元大田区議会議員の津田智樹でございます。今日は立憲民主党の井戸正恵、この多摩川や東矢口、私も立憲民主党東京都第4区、次期の衆議院予定候補者でございます立憲民主党の井戸正恵、皆様にお伝えをさせていただいております。おはようございます。今日はですねここに立たせていただいておりましても、大変日差しが強く、暑い一日にもなりそうでございます。どうぞ今日も一日お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。立憲民主党の井戸正恵でございます。今日から井戸正恵、新しい政策チラシ街頭でお配りするのは今日矢口の私駅が一番最初になります。ぜひお受け取り、ありがとうございます、お受け取りいただきたいと思います。立憲民主党の井戸正恵でございます。チラシの方はぜひ内容をお受け取りいただきたいんですけれども、井戸正恵の、お子さん3人がですねコロナに、8月にかかってしまって、この自宅療養大変、どうぞ大丈夫です、ありがとうございます。自宅療養本当に大変な思いがあった、この体験談などもですね、記載もさせていただいております。ぜひ、立憲民主党の井戸正恵、本人今日は青いたすきを締めて、皆様に、政策チラシお配りをしておりますが、ぜひお受け取りいただきたいと思います。立憲民主党の井戸正恵でございます。今日も本当に暑い一日になります。ぜひお気をつけください。さて今政治のニュースは自民党さんの総裁選のニュースが大変に多い状況でございますが、私どもはできることを一つ一つ、積み重ねていきたいと思っております。その一つが、まあ、今国会は本格的には閉まってるんですけれども、この9月が重要な月間としてリバウンドさせないための政策というものを閉会中の厚生労働委員会や、
政府への申し入れを通じて、この政府に要望していく、そして皆様にもこうしたチラシの形でですね、私もこういうふうに考えていますということをお伝えさせていただく、こうしたことをやっていくのみだというふうに思っております。私ども異国はこっちです、こっちです、あちらです、こっちでちょっとお話ししてみましょうか。こちら、こっち、私をご説明します、はい、私ご説明します、はい、安心あった、はい、はい、どうぞ。今説明いただいた、はい、ここに行きたいんですよ。はい、わかりました。今ね、仕事中ごめんなさい、今ねここなんですよ、今ここ。そうですね、はい、で、ここまっすぐ行くと声優があります、まっすぐ行くと声優があります。ここに出たい、ここに出たい、あ、そしたらこのクリーニング屋さんがあるんですよ、青い角、はいはい、そこを組み合わせる見に行くと500円ローソンがあって、まっすぐ行きますね。はい、ありがとうございます、すいません、はい、ごめんなさい、はい、はい、ありがとうございます。私ども元区議会議員でございますが、大田区の道ならですね、ぜひ任せていただきたいと思っております。道案内もですね、もし、ございましたら、大田区でない方でいらっしゃいましたらご説明もさせていただいております。立憲民主党でございます。今日は井戸正恵皆様に政策チラシもお配りをさせていただいております。おはようございます。今日から、新しいチラシの方を配らせていただいております。井戸正恵本人が、このご家族がコロナに感染してしまって、本当に自宅療養、今よりも感染者の方も多かったということでございまして、大変な時期の自宅療養の経験も記載をさせていただいております。もうこれから気温が下がる、そして、新しい名前の株も出てきているということで、本当にですね、もうこの9月でなんとかこの緊急事態宣言を終わりにしたいという思いは皆様と一緒でございます。だからこそ立憲民主党はこの9月にリバウンドをさせないための政策というものをですね、しっかりと政府に伝えていく、そして少しでも実行していくいただく、この間の、今回の自民党総裁選、先ほど井戸正恵本人からもございましたけれども、各自民党さんの候補の方がおっしゃっている政策は、正直に申し上げて、その多くが野党がこれまで申し上げてきたことのコピー&ペーストであると、これははっきりとお伝えさせていただきます。この間も、去年の4月には10万円の給付金ございました。これも最初に言い出したのは野党がお伝えをして、自民党さんの中で献金額があった中で、最後は公明党さんが一押しをして、やはりあの時期に10万円を給付しようといったことが皆様の記憶にも新しいかと思います。私ども立憲民主党、地に足のついた皆様からご意見をいただいて、そのご意見を何とか集約、そして消化をして、真に実のある政策を実現していきたいというように思っております。非常にですね、アピールがうまくないかったり、なんというかですね、地味なところございますけれども、真っ当な政治を取り戻すために、真面目にこの政策実現に取り組ませていただきたいというふうに思っております。立憲民主党の井戸正恵、そして私、元大田区議会議員の津田智樹でございます。今日は大変に暑い、ここに立ってても汗が出てくる一日となりそうでございますので、どうぞお気をつけて皆様、ご通勤ご通学お迎えください。いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ。立憲民主党でございます。今日は、矢口の渡し駅お借りさせていただきまして、皆様に、ご挨拶、そして立憲民主党の井戸正恵、今本人、青いたすきを締めて皆様に政策チラシ、井戸正恵お配りをさせていただいております。今日からですね、新しいチラシ、を初めて、この矢口の渡し、大田区の中でも矢口の渡し駅を選ばせていただきました。私も東矢口の在住ですので、この駅をよく使っているわけでございますが、ぜひ多くの皆様にお受け取りいただきたいと思います。立憲民主党の井戸正恵、井戸正恵です。おはようございます、いってらっしゃいませ。それでは井戸正恵本人にマイクをお戻しさせていただきます。ただいま皆様にお訴えをさせていただきましたのは、元大田区議会議員の津田智樹でございます。ご迷惑かけてます、すみません。立憲民主党の井戸正恵本人でございます。いよいよ衆議院選挙、あと1ヶ月半、
で必ずやってくるであろうこう言われています。11月の7日か11月